皆さんは気になったことがないでしょうか？平日の昼間に図書館にいる謎のおじさんたちは何者なのかについて。そうです、明らかにお風呂に入っていなかったり、マスクもせずにやばい感じの咳やくしゃみをしていたり、それでいて新聞の細かい字を真面目な顔で読んでいたりするあの人たちです。敷かれたレールから外れてしまった人たちであろうことはなんとなくわかりますが、個別具体的には一体どのような事情があるのでしょうか？私は思い切ってそんなおじさんたちに声をかけてみることにしました。あの、すみません。僕なのだ。はい、そうです。失礼ですが、平日のこの時間、ほとんど毎日図書館に来ていますよね。一体何をされている方なんですか？何って言われても、なんて言ったらいいか。例えばご家族はいらっしゃるんですか？いるって言えばいるけど、あんまり仲は良くないのだ。それでなんか家の中にいるのがだるくなって、まあそんな感じなのだ。詳しく聞かせてください。ここでは他の方の邪魔になりますから、今からどこか座れるお店にでも行きませんか？今からなのだ。こうして私は全国各地の図書館で時間を過ごすおじさんたちからたくさんの身の上話を聞いて回りました。遠くから見ているだけの時はみんな同じように見えた。おじさんたち一人一人に異なるドラマがあり、人生がありました。私は今そんなおじさんたちの話をまとめた本を書いています。でも一般向けに出版するつもりはありません。これは私と私に心を開いてくれた図書おじたちとの秘密のお話なのです。そっと机の奥にしまって大切にし、もしもいつか私に子供が生まれたら、その子にだけこっそりと読み聞かせてあげたいと思うのです。